今ちょうど僕、はい、よしゃいいのに女の人がモテるためにはどうしたらいいかっていう漫画書いてんですよ。女の人がモテるためには。そうなんです。まだモテたいのあいつら。うわっここなんだろうな、1万人がこう食いつくのは。で、あ、そう、山田さんね、今まで男がモテるっていうことの漫画を書いてたから、はい、今度は女の人がモテたいって言ってるのを女の人がレクチャーするじゃないですかって。はい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 。でそれはとその決めてんの男なのに、うんうん、その女性のライターとかが、女が語る女がモテる方法って 100% 嘘ですよね。そうですよね。そうそうそう。だから俺女の人が語る恋愛エッセイってあるじゃないですか、はい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 、女性エッセイという単位置いてるのが間違いで、はいはい、あれは精神世界の単位置くべきなんですよ、はいはい、バシャールとかです、宇宙医師とかです、氷は何でも知ってるとかです、はいはいはい、まあ、そういうとんでももんのところに置かなきゃダメなんですよ。まあ魂の救済的なところがあるんでしょうね、うん、まあ、ね、で僕が唯一なんかこうこれは正しいなと思ってる、女性が書いた女のモテ本って、はい、ルールズっていう本が、はいはいはい、はい、売れましたね、はい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 、あれはねなんかいけるかなと思ってて、はいはいはい、話題になりました、ね、どうやって男に6ヶ月以内にプロポーズさせるかっていうマニュアル本 で、ね、あれ読んだらねなんか僕、はい、これかなり引っかかるなと思って。ああそうですか。でそれ以外の、まあまあ、基本的に女性恋愛教えます本って、うん、いや基本的に何でしょうね、いかに女の人の耳にいいことを書くのかっていうことを不信してるじゃないですか。はい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 、そうですね、あの辺がねなんかこうイラッときて、はいはいはい、先生僕もそんなのうっかり書いちゃうと、はい、何上目線で言ってんだとお前はモテると思ってんのかみたいな感じで、はいはい、必ず袋叩きに合うだろうなと、はいはい、お前は中谷昭弘になりたいのかみたいな、はいはい、そういう、はいはい、そこを狙ってんのかとか言われるかなと思ったんですけど、はいはいはい、なんか面白そうだなと思って、うんうんうん、でもやってみたら、うんうん、今やってんですよ、ケークスっていうサイトで。あ、ケークスで、はいはいはい、あ、そうだ、ケークスだ、はい、そうなんです。それがモテ罪って、はいはい、モテない女は罪であるってまたすごいタイトルなんですよ。すごいよ、さあ、ちょっとやりすぎだろうと思ったんですけど、うん、担当がいやこの方がいいっすって、まあ、フックかかるみたいな感じで、はい、まあ、モテない女は罪である、うん、じゃあそうじゃなくて罪なのかと、うん、だからその愛されないという罰を受け続けなければいけないのかみたいなのを後につけようっていうことで、うん、いい感じのバナ、さすが天才編集者がついてるんですけど、うん、僕にね、だから、うん、そう、でそれでですね、はい、イケメンが好きだって言ってると、はい、モテなくなるよっていう話を書いたんです、ちょうど、はい、先月ぐらいに、はいはい、したら岡田さんがちょうどその話をペイルしてたらちょうど言ってて、はいはいはい、で顔が好きって言ってしまう女の人は、はい、おっぱいが大きい女が好きだと言ってる男と同じだと、はい、同じだと。僕はスーツが好きだって言ってる女はセーラー服が好きって言ってる男と同じって言ってますから違いですよ本当そうなんですよ本当に。だから女は、はい、女の人はみんなセーラー服が好きって言って男見たらバカねーって思うんだったら、はい、男からもその目線で見られてることを知ってほしいと思うんですよ。そうですね、だから女がもう私ってどれぐらいバカかっていうとイケメン好きでスーツ好きだよっていう、これだったら構わないんだけども、血管が浮いてるのが好きなんです、筋が好きなんです、そう うわーって、そうそう、僕なんか近寄れません、すいませんでしたって大半の男がいなくなると、はいはいはい、でその中に星野源みたいな君らが大好きな奴らも入ってるかもしれないよとあっていうことなんです。で僕らはその、うん、男から見た女っていうのはどう見えてるかというと、うん、まあ恐怖ですよという。でなぜ恐怖かというと、うん、めんどくさいか怖いしかないと、女はでなぜかっていうところいいとこついてきましたね。そうです、はいはいはい、それでそこは、うん、スクールカースト後遺症だろうと、うん、僕はもう受験後遺症の国だと思ってるんですけど、この国って、はい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 、スクールカースト後遺症っていうのがあって、はい、もうルカは楓しかモテない、はい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 、これだともう全世代分かりますよね、ありがとうございます、はいはいはい、みんなあそこ行ったんすよ、はいはいはい、なんだっけ、テニスの王子様に行っちゃうわけですよ、はいはいはい、うん、だけどごくわずかですよね、 1% ですよね、うんうん、それを見て残りの人たちは、うん、廊下歩いてるだけでクスクスとか言われたりするんですよそうですね、それでもうその激しい差別の中で、はい、クラスの中にいる男子として認められてない男子として、うん、扱われていく何年間っていうのを非常に繊細な時期に食らうわけですよね。あ、なるほどね。それでこういうの、つまりその、はいはい、男子っていうのは、はい、99% の男子っていうのは、はい、だいたい学生時代に、はい、女子から精神的レイプされてるわけですね。完全にやれます、はい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 、もうなので、はい、もうかなりの確率で後に無差別犯罪をするのも仕方なしっていうのが、もう本当にもう、まあ、先月話したような流れなんですけれども、まあ、弁護士的な立場で言えばそういうことですよ。だから そこのことをその怯えてる
よなみたいな、うんうん、そのまあそういう問題がありまして、うん、そう、それでこのニコ動、はい、岡田さんが言っている、はい、リア充対非モテの構造、はい、めちゃめちゃ面白いなと思って、はい、そんででもやばい岡田さん先に言ってるかもしれないって って思って俺パクったと思われるかもしれないと思ってあここで話しといて、はいはい、でアリバイ作っとこうとでツイッターでシンクロニシティですねとか言おうかなとか便利な言葉もあるんだけどやべえなと思ってとりあえず岡田さんと会いたいなも、うん、と思って、はい、会いたいなって言ったら、はい、来るって言われたんで、はい、すいません来ちゃいました本当に、はいはいはい、でも女の人が、はい、じゃあモテない女の人をモテさせようとしてるんですか。そうです。どうやってまず最初にだからまあ機嫌よくしようよって話なんですよ、はいはい、まあ、ゴールを言えば機嫌よくしようよ男スペック、まあ、女もそうですけど、うん、スペックで見てるから怖いんですよ、うん、会った瞬間に、うん、結婚の相手としてどうなのかな、うん、収入どうなのかなっていう、うん、その子育て参加してくれるかなっていう目線で見るから、うん、もうジャッジじゃないですか、はいはいはい、だからある種の女の子の人の前に行くと、うんうん、もう裁判所に行ってるようなもんですよ男は僕が思ってるのがそのひもてリア充問題なんですけども、ひもての女の子は可能性があるんですよ僕らみたいな男に対して、はい、なんでかというと、はい、ひもとリア充っていうのは一番違うのは何かっていうと、はい、周囲の身の回りにいる人に無意識に承認を求めてしまうか、はい、承認なんか得られないから隠そうとするのかの差だと思ってるんですねはいはいはい、はい、つまり何かっていうと、はいはい、山田玲二とか岡田斗司が私を口説いてきたと、はいはい、この時に僕らの写真を友達に LINE で流してこいつと付き合うかと思うとかっていうふうに友達の承認を取ろうとするのがリア充なんですよ。なるほど、はいはい、ひもての女の子っていうのはそういう発想をせずに、はいはいはい、この人はどうだろうかというふうに考える。つまりなんか、うんうん、多分趣味が周りの友達と共有できるものか、うん、もしくは共有できないことが最初から分かっていて私だけ良ければいいやっていうふうに考えられるのかで分かれちゃう、うんうん、だからそれをオタク的感性とも言えるんですけども、これを僕はひもて的感性というふうに最近呼んでるんですね、うん、でそこで分かれるから、だからそのクラスにいる女子の大部分は、うん、今どんどんさっき言ったスクールカーストがあるから、はい、本来リア充でない人も無理してリア充になってるんですよ。偽リア充がリア充の8割を占めてる、はい、そしてフェイスブックやってるわけですね。いや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 、友達申請とかしてるんですか。だから前回言った、はいはい、あのリア充の中にもモテないやつもいるし、ひもての中にもモテるやつがいるというこの逆転現象が発生するわけですよ。面白いことにひもての中に、うん、なんかこの偽ひもてはほとんどいないんですよ。でもリア充の中にはさっき8割で言うと、まあ、大げさですね、半分ぐらいはその同調圧力というのに負けてリア充に入っちゃったと、はい、つまり本来だったら自分自身の好みで決めていいことも周りに相談しないと決められない、うん、いわゆるその意志力っていうものを決定的に子どもの頃から使うチャンスも なければ、はいはい、子どもの頃から意志力使うと損ばっかりするんですよ、はい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 、それよりは周りに聞いてこれでいいのか、これで損ないのか、これで間違いないのかって、間違いないって承認されてから次のステップに行くっていうような発想法、うん、思想法でみんな大きくなっちゃって、うん、今そういう世代が22、23歳ぐらいなんですよね、はいはいはい、だからその頃にしてみればその周りの承認が得られない、いわゆる友達に支持されないような恋愛ができないので、うん、ナイスワンがないとダメなんですか、うん、そういいねボタン押してもらえないと恋愛にスタートできない、はい、はいはいはい、なのでひもて男子は相手にされないと。質問とかですね、意見とかですね、これ違うよっていうのもどんどん書いてください。あの岡田斗司ゼミというのは基本的にゼミが本編だとしたらですね、そのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですね。ぜひともコメント欄を見てですね、参加したりですね、自分の質問を書いたり、あと質問を見た人で答えられる人はですね、ちょっと答えてあげてください。よろしくお願いします。岡田斗司の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。